尊敬する政治家や歴史上の偉人を教えてください。ですね、まあ、先ほど冒頭に申し上げたように、私中曽根康弘という政治家をロールモデルにしています。で、まあ、中曽根さんにが、まあ、私3人いましてですね、1人が吉田茂、次に岸信介、そして中曽根康弘なんですね。でこれはなんでこの3人かというと、まあ、もちろん みんなやられそうな人たちだと思うんですけど、私なりにはやっぱり日本の、そう、戦争に負けてこれから日本をこう立ち上げていくときに、まあ、占領期から占領を脱して、それから日本がこう世界の中でも役割を果たしていくという、こうホップ、ステップ、ジャンプで役割を果たしたのが、まず占領期の吉田茂。これはもう占領軍を相手に戦争で負けたけど外交で勝った歴史はあるんだと言って、まあ、彼がいなかったら多分相当アメリカの言いようにされたと思うんですよね。そしてその後日米安保改定した、あれだけの反対の中で、やり遂げた岸さんで、その岸さんが改定したのを今でも我々引き継いでるわけ でそれを質的に転換したのが中曽根さんという、まあ、このやっぱり2人は、あ、この3人はその敗戦のトラウマから日本の国民をこう救い出したという意味で、今私が最も尊敬する3人の政治家ですね。渡辺さんにもこういう人はいないですね。ありがとうございます。で最後に動画を見ている人に一言メッセージをお願いします。まあ、いろんな政治家いると思いますし、いろんな政策があると思うんですけれども、私は皆さんにぜひ、共有していただきたいのは、いろんな立場の方がこうご覧になっていると思うんですけども、やっぱりこの長いものに巻かれないでほしいということであります。で私も、まあ、自民党という大きな組織に入り、いろんな組織団体の方たちとこう交流する中で、どうしてもこうなんとなくこう安住しがちになるんですけど、やっぱり絶対的権力は絶対的に腐敗しますから、今の自民党はベストだというふうには思ってないです。やっぱりこう常にこう改革をしていく、もうダメ、間違ってる時にはこう間違ってるって言える、そういう政治家でありたいと思いますし、皆さんも職場とかいろんな世の中関わってる中で、まあこれでいいやというふうに妥協はしないでですね、まあ、勇気もいることですけれども、ぜひ長いものに巻かれずにですね、大いに意見を言、自分の意見を言っていくね、そういうぜひ人になっていただきたい。そういう人たちがこう独立した人たちが集まって一個の独立国家を作っていくというふうに思ってますので、私も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。